でした。で、この私を呼びつけるからには重要な要件なんでしょうね。確かに姉さまおかしいもんね。すぐに泣きそうな顔するし、心の底から笑ってる姉さま最近見てない。ヤンタムーならきっとなんとかしてくれるよ。とっても頼りになるもん。そう？頼りになるったらなるの。こないだね、ヤンタムーにからかわれて泣きそうになったんだけど、そしたらすっごく慰めてくれたんだよ。やっぱダメじゃない、ヤンタムーは。そんなことないったら。ヤンタムーってとっても男らしいし優しいし、ナコルルだってヤンタムーと一緒にいれば笑えるようになるよ。あのさ、マナリってさ、なんでヤンタムーのことになるとそんなにムキになるの？怪しい。なんかなってないもん。年上をからかわないでよね。あ、ごめんね、ミカト。できるよね。任せとけって。大丈夫？姉様に知られないようにするんだよ。綺麗ね、この氷。こんな透明なの見たことない。本気を出したら燃えてる炎を凍らせることもできるんだよ。嘘。だけどね、この部屋を氷漬けにするぐらいなら多分すぐにできるよ。でしょ？
見直した？私はどんな風に手伝えばいいの？そんなことしたらヤンタムに嫌われちゃう。わかった、頑張る。幼なじみのためだもんね。のために。任せなさい。ケチつける気？精霊を騒がすくらいなら大した力は必要ないの。声が大きいよ、見つかっちゃう。あれ、ナコルル、奇遇だな。ヤンタム、どうしてここに？いや、マナリに呼び出されたんだけど、来てないみたいだな。あいつが待ち合わせに遅れるなんて珍しい、というか初めてだな。ったく、いい男を待たせるなんてダメだな、マナリのやつ。後でお仕置きしてやろう。お仕置き？やだ、どうしよう。だって。わかってるって。精霊がこんなに騒いでいるなんて、どうしたのかしら。大丈夫か、ナコルル。俺も手伝おうか。春の精霊の声を聞いているの。ヤンタムには無理よ。すぐ終わって立ち去るから、マナリとあなたの邪魔はしないと思うわ。Thank you.
なあナコルル、そんなに急いで逃げなくてもいいじゃないかよ。別に俺は取って食ったりはしないぜ。それにミコの仕事だってそんなに青筋立ててやらなくても、気楽に行けよ気楽に。そういうわけにはいかないわ。まただ、またその悲しい顔。ああ、私はこの世で一番不幸なんだわ。他の人には分かるはずがないって感じの顔、やめろよな。もっと笑えよ、昔のナコルルみたいに。春の精霊よ、声を聞かせて。無視するなよ、逃げようとするな。私、逃げてなんか。いや、お前俺を避けてるだろ。昔のナコルルはもっと笑ってた。そんな苦しそうな顔はしなかった。私は以前からこういう人間、ヤンタムこそ変わってしまった。俺は何一つ変わってない。それがお前との約束だからな。旅立つ時お前はカムイコタンを守ってって俺と約束しただろう。だから俺はそれを守ってきた。お前の帰る場所、お前やマナリとの大切な思い出が詰まったこの村を俺は守ってきたんだ。そしてナコルルが帰ってきたんじゃないか。これで昔のまま元通りの生活が始まるはずだったんだ。でも元通りじゃなかった。わかるか、たった一つだけど一番大切なものがなくなってしまったんだよ。それはお前の笑顔だ。お前のみんなを包み込んでくれるようなあの笑顔がなくなっていたんだよ。ナコルル、旅の間に何があったんだ。何がお前の笑顔を奪ったんだ。これはミコの問題です。ミコとして私の中で解決すべき問題。あなたとは関係が。そうさ、俺はミコとは関係がない。だがお前は誰だ。私、お前はナコルルだろ。俺の幼なじみのナコルルだろうがよ。話してくれよナコルル、何があったのか。どうしたらあの笑顔が戻るんだよ。昔のナコルルに戻るんだよ。私はもう昔の私には戻れないの。戦いに旅立ったあの日から全ては変わってしまったの。私の手は血に染まっているんだもの。戦いの旅に出た私は上流バックする魔性の者たちに出会った。私は大自然を守るため魔を撃った。撃たざるを得なかった。魔は罪もない村の人々を大量に殺し食らっていたんだから、人々のため魔を切った。それが正しいことだと思っていた。だけど その間には
腹を空かせた幼い子供がいたの。多少のものにも家族はあるのね。私が切った魔の子供は親を殺されて。違う。それが人間には不快感を与える。だけどあの魔物だって自然と共に必死で生きていたのに。私分からなくなっちゃった。何が悪いのか何が良いのか迷いながら大自然を傷つけるものを切り続けた。その頃には天草の魔が人々も蝕み始めたわ。そう、人間まで自然を破壊し始めた。大自然の精霊たちは人間への憎悪を私にぶつけてくるようになった。だから大自然を守ろうと必死で私切ったわ、人を。人もたくさん切ったの、私。そしていつしか大自然に変わって天罰を与えているんだって自分に言い訳してた。自然を汚す人を見れば構うことなく父意志を抜くようになってしまった。だけど私のしていることは結局他人の命を踏みにじること。ただそれだけ。自分でも分かってた。それでも私は切り続けた。大自然のために、人々のために、天草を倒すために。その間ずっと心の中でいろんな声が聞こえた。これ以上人を殺してはダメ、ダメ。自然を守るためには殺してしまうしかない。切って切って切り続けるのよ。いや、これ以上は嫌。死をもって死に報いる、それは当然のこと。自然への感謝を忘れ、自らも自然であるということを忘れた人間、そんな者たちへ優しさなどいらない、情けなどいらない。殺すのは嫌。そんな思いを抱えながら魔の元凶である天草と戦うことになった。だけど天草は私の心の迷いを全て見抜いていたわ。大自然を守る巫女か。そのために数多くの人と魔を殺めてきたな。それは魔を守るために人を殺生しているこの私と何ら変わりはないな。やめて。お前は雲の巣にかかった蝶を救うか、腹を減らした雲を見捨てるのか。もしも私が作り上げた魔こそが大自然を汚す人間の天敵だとしたら、お前はどうするのだ。私は何も言い返せなくて、ただ必死に戦うことで自分をごまかしてしまった。ボロボロになるまで天草と死闘を続けた。そして最後に
天草のほんの一瞬の隙をついて、私は半沼ズレネわ、私のこの肉体が滅んだとしても、この世に魔がある限り、いずれ戻ってくる。それが私という存在なのだ。天草が消え去った後、私は一人立ち尽くしていた。どうしようもない虚しさと恐ろしさを感じていた。天草の言った通り、私は取り返しのつかない過ちを犯しているのかもしれない。そう、結局私が手に入れたものはたくさんの命を奪ったという事実。そして洗っても決して落ちない血に染まってしまったこの手だけ。私は巫女としてこの責め苦を永遠に受けなくてはいけないの。私の血塗られた手は永遠に元に戻らないの。